足立区立大阿田小学校とは、東京都阿立区が設立、運営する、公立小学校。略称は、を親田っ小足立阿区中川地区の中央部に位置し、東京都道318号環状7号線に、面する、周辺地域には、都立中川公園の広大な緑地が広がる。日本国憲法及び、教育基本法の精神。 児童の権利に関する条約の趣旨を尊重して、健康で、個性豊かな民主的な社会人の育成を図ると、共に、生涯にわたる基礎を培う教育を推進する。中村はじめ昭和25.4、1昭和27.3、31松崎豊、昭和27.4、1昭和36.3、31三上幹事。 昭和36.41昭和39.331はっとり次郎昭和39.41昭和47.331ただかつ昭和47.41昭和50.331一いちまし昭和50.41昭和54.331安田ふさこ昭和54.41昭和57.331にいぼり 匠は昭和57.41昭和60.331中村道正昭和60.41平成元3.31神田次男、平成元4.1平成3.331時島あなた平成3.41平成6.331藤木康幸平成6.41平成11.331川和 生一平成11.4、一平成16.3、十一夜の墨を平成16.4、一平成19.3、十一大橋都市道、平成19.4、一平成25.3、十一一、すむ、青空の果て遠く今日も浮かぶよ、富士の山漂う雲の影白く豊かな夢を乗せてゆくに、明るい光キラキラと波に揺らめく中川の岸辺を、行けば胸踊り、 喜びの歌はきおこるさはかげさやさや風かよい小鳥楽しく舞い巡る、若木のようにすくすくと伸びを大矢田小学校級、東淵江村時代から戦後しばらくの時期まで、足立区東部の東淵港地域における、初等教育学校は、東和地区の足立,立東淵港小学校だけであった。この地域は、 東淵港小学校から比較的離れた地区にあたり、生徒児童の通学の不便さから、近傍地域の分校開設を求めていた。1926年には、周辺地域住民354名の署名を添えて、東淵港村村長、岡田忠二郎に対し、本村東部に分校設置に関する請願書が提出された。この請願書によると、大谷連、佐野、 長江門神殿からの通学は不便を極め一部の学生児童は近隣多町村の小学校に通学しているといった趣旨のことが書かれている。また1935年には中川堤防の土手開改修工事で生じる空き地を公園用地あるいは学校建設用地に転用されるようにとの陳述書が周辺地域所長会362名の署名と共に作成された。 戦後の宅地開発による人口増加と生徒児童数の急増は、東富地高小学校の運営の収容能力を超過してしまったため、新たに分校を新設させる必要に迫られた。戦術のようにかねてからの周辺地域住民の要望もあり、当時の土地区画整理事業の中での公園建設予定地の一部をもって、学校用敷地とすることが決定された。 この際に不足する用地を確保するため、隣接する農家の一部工作地を提供して、もらっている。1950年4月1日の開設当初の大谷原文校の規模は、木造2階建て13教室、学級数20、生徒児童数1121名、教職員数21名であり、教室数の不足から二部生授業が行われた、足立区立大安田小学校として、 正式に独立開校したのは、その翌月の5月1日である。ありがとうございます。